円卓の騎士、誉れ高きアーサー王の騎士たち、すごい、これはすごいことですよ、マスター。マーリン様ご本人、まさか当世でもお言葉を賜るなんて。プラダマンテは感激しています。聖剣の騎士を、アーサー王、あの名高きお方が、なんということ。ああ、サイン欲しいな。マスターからは、あの伝説の大魔術師、花の魔術師として名高きマーリン様の気配を感じます。マーリン様の演者でいらっしゃるならば、はい、問題なしです。かつては邪悪な魔術師の装備する闇を集める盾でしたが、奴を打ち倒した後にマーリン様に清めていただいたのです。ふっふっふ、なんと、あの伝説の大魔術師、マーリン様に導かれた騎士でもあるのです。本当ですよ、かつてもマーリン様の巫女が私の旅を。変わりませんね、ブラダマンテ。今、あなたの心に、私は語りかけています。久しぶりですね。何？声聞こえませんでした？今。でも、ご安心くださいました。それ以前に、私はパラディンだから、世界を取り戻すために、全力で頑張るのみです。それがいいでしょう。今、あなたの心に、私は語りかけています。そうです。マーリンです。